はい、こんにちは、サガイギタースクールです。ちょっとアルペジオに関して、アルペジオの左手の動きに関するお話をちょっとしたいなと思います。ちょっとこの間のレッスンでもちょっとね話題になった部分でもあるんですけど、新ギター教本の何ページだっけ、20ページぐらいにあるやつ、基本のね、まず最初に出てくるアルペジオの一つですけど、こういう和音の流れになってる、これが基本形というやつですね。で、この基本形を崩してアルペジオを作っていくという感じです。なので左手っていうのはこの和音を捉えるっていうことに関してはもうずっと変わらず、右手のパターンが変わっていくよっていう、それがねアルペジオの練習の一つでもあるんですけど、綺麗なアルペジオ、綺麗なアルペジオって考えるとちょっとね左手の動きも考えなくちゃいけないっていうね、そんなお話なんですよね。例えば、和音で弾いてると次に弾くときにパッと全部ね、全部の指が同時にセットされるように押さえていく。っていうのが、流れとしてはね、和音の動きとしては全部一緒にパッとパッ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 一緒に動く、同じタイミングで動いていく。ただ、右手のパターンが今度変わってくるとそうでもなくなってくるよっていう話ですね。なんとなくというか、ちょっとレベルとしてはね、難易度としては上がってくる話なんですよ。例えば、これはねその新ギター教本に載ってるアルペジオの4番ずっとこのパターン、ですけど、和音をね分散してるわけなんで、左の形としては和音で捉えるっていうのは変わりないんです。和音で捉える、ただそれは、一緒に指準備しましょうねっていう話じゃなくて、形のイメージとしては和音をしっかりと意識してるということで、動くタイミングもみんな同時にしましょうねっていう話ではないんですよ。例えば、この動きから次この次の和音に移るとき、和音だったらパッと移動して準備できるときにジャンと音を出す、ただこれが分散されるとパッと移動して準備できましたってなってから弾き始めなくてもいいっていう話です。弾き始めなくてもいいっていうよりは、準備ができるまで弾けないっていう状況も良くないし、準備ができるまで右手が動けないのは困るんですよ。で、右手としては淡々とこういうねリズムを刻んでたいんですよ。でその中で、ちなみにこの最初の形から次の形って1弦のファだけを押さえる形なんですけど、この今の4番のアルペジオパターンだとこの1弦のファの音出てくるの
3個目、3つ目なんですよね、音。3つ目にこの音が登場する。で、要はこの時までに間に合えばいいっていう考え方。うん、で、間に合えばいいっていう考え方とまたちょっと違うか。間に合えばいいんじゃなく、そこにいいタイミングで持ってくるのが大事。だから抑えるの早すぎてもしょうがないよねっていうことなんです。うん、ここのタイミングを狙っていく。まあもう少し早めに降りますけど、次の和音も弾き始めてるけど、このファを弾くときに間に合うように、で次はドとド押さえるんですけど、こういう時もまず先に登場する下のドの次に上のド、これも微妙なんですけど、パッと全部2本ともパッと準備しない。厳密に言うとトン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 ぐらいのタイミングでずれてるんですね。で、これは何でか、ここはね、多分ずれないと綺麗にはいかない場所の一つなんですよ。で、何でかというと、最後に弾いてる音、一弦のファの音、うん、こう1の指使ってるんですね。これが一番最後の音と次のドをうまくバトンタッチしないと、音がつながって滑らかに聞こえないという、このドを押さえるタイミングで1の指も2弦のドを準備しようと思うと、こういう感じのファが一瞬なくなって次のドが登場するような音になるんです。これ最後の音なんでね。ポンみたいな移動です。一緒に移動するとこういう風な音になる人結構多いですね、うん、ちょっとこの同時に移動しちゃうとサウンド的にどうなのかっていう例が一つ、やってみましょう。例をね、一つ、ね、今ちょっと早すぎるなって感じもしますよね。こんな感じ、これダメな例です、次の和音の形と思ってパッと素早く動いてるんだけど、前の音の処理が雑になっちゃってるっていうパターンですね。で、それで左手の動かすタイミングをバラして、綺麗につなげる弾き方だと、わかりますかね、違いね。で、これ本当に微妙なタイミングでパパッと動かしてるんだけど、このアルペジオパターンが変わればまた動かし、左のね、動かすタイミングっていうのはパターンによって変わってくる、うん、だからこれをね、意識して弾こうとするとまあ大変かもしれないんですよね、うん、パターンが変わったらまた変わんのみたいな、うん、だけどその時その時で、パターンが変わったらまた変わるっていう感覚ではなく、この指
どの音が先に出てくるのかっていうのが分かってるから、それに間に合わせるいいタイミングになるように指を乗せてるだけなんで、この右のパターンだったらこの指が速くなって遅くなってみたいな考え方じゃなくて、その時その時のタイミングに合わせて間に合うような指の配置をするっていうことだけを考えてればいいんですよね。うん、だからなんか丸暗記みたいな考え方になっちゃうと困るというか、このパターンだったらこうじゃなくて、どういうパターンでもいいんだけど、その今出す音にいいタイミングで指を配置する、まあ、常に今じゃあ次何弦を自分が弾くのかっていうのが、感覚的にもね、頭の中でもね、しっかりとイメージができてないといけないんですけど、まあそれができてればね、ちょっとずつそういう配置っていうのができるようになってくるかなと思います。で、まあ、多分難しいのは、右と左がしっかりと独立されてないっていう状態でそれをやろうとするのが難しい、まあ結構ね、多くの人が陥りやすいというか、陥りやすいというよりもね、最初はみんななっちゃうっていう感じかな、その左右がうまくバランスね、こうお互い影響を受けずに独立して動いてないから、こっちのことを考えるとこっち影響を受けちゃうし、こっち考えるとこっち影響を受けるしみたいな、お互いの手がね、影響を受け合ってるとうまくいかない、混乱しちゃうみたいな動きですね。なので、まあ左右の独立っていうのは結構大事になってくる。で、左右の独立をね、考えようってなったら、まあいろいろあるとは思うんですけど、例えばこの1の指に対して I の指が連動してる、2の指に M、 これが IMIM じゃなくて MIMI になっても違和感なく、動かせるとかね、まあ左右の独立を測る練習っていうのはいろいろあると思うんですけど、まあそんな感じなんですよ。なのでアルペジオ、シンプルなようで、そういうところを考えると結構難しくなる。でもアルペジオの綺麗な響きっていうのはそういうところから生まれてくるみたいなね、ところもあると思うんで、ちょっと、普段のねアルペジオ練習にもその辺の意識を取り入れてやってみてください。きっとためになると思います。